ェラーリ。イタリアのマラネロで設計された F2001 は独自のカスタムビルトエンジンとブリヂストンのタイヤを装備しています。日本の誇る鈴鹿サーキットは2本の中速ストレートとテクニックを必要とする数々の高速コーナーからなっています。フェラーリ。イタリアのマラネロで設計された F2001 は独自のカスタムビルトエンジンとブリヂストンのタイヤを装備しています。マクラーレン。イングランドのウォーキングで組み立てられた新型の MP416 はメルセデスのエンジンとブリヂストンのタイヤを装備しています。ウィリアムズ。イングランドのワンテージで生まれた FW23 は BMW のエンジンとミシュランのタイヤを使っています。ベネトン。イングランドのエンストーンで製造された B201 はルノーのエンジンとミシュランのタイヤを装備しています。ブリティッシュアメリカンレーシング。イングランドのブラックリーで設計された BAR003 はホンダエンジンとブリヂストンのタイヤを装備しています。ジョーダン。イングランドのシルバーストーンで組み立てられた EJ11 はホンダエンジンとブリヂストンのタイヤを装備しています。アローズ。イングランドのリーフィールドで組み立てられた A22 はアジアテックのエンジンとブリヂストンのタイヤを使っています。ザウバー。スイスのヒンビルで製造された C19 はペトロナスのエンジンとブリヂストンのタイヤを装備しています。ジャガー。ミルトン・ケインズで生まれた R2 はフォード・コスワースのエンジンとミシュランのタイヤを使っています。ミナルディ。イタリアのファエンザで生まれた PS01 はフォンドメタルエンジンとミシュランのタイヤを使っています。フロスト。フランスのグイアンクールで組み立てられた AP04 は昨年のフェラーリのエンジンとミシュランのタイヤを使っています。フェラーリ。イタリアのマラネロで設計された F2001 は独自のカスタムビルトエンジンとブリヂストンのタイヤを装備しています。日本の誇る鈴鹿サーキットは2本の中速ストレートとテクニックを必要とする数々の高速コーナーからなっています。このサーキットはホンダが所有しており、立体交差による8の字型のコースレイアウトに特徴があります。